キンバリーは、アメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻艦名は、ルイス・キンバリー少将にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。1942年7月27日に、ニューヨーク州スタテンアイランドのベスレヘム造船にて、気候、1943年2月4日に、浸水、1943年5月22日に、 ハリー・ W ・ス・ミス指揮下にて収益した。試運転後、1943年9月10日に、ノーホークを経由し、太平洋での作戦行動に向かった。新珠湾にて、追加訓練を実施した後、11月20日に、海軍によるミクロネシアの制圧を開始すべく、マキントー沖に到着した。ギルバート諸島の作戦を通じて、対戦水艦商会にて戦艦及び、 巡洋艦の艦砲射撃を援護し、海兵隊の上陸を支援した。キンバリーは12月6日に、タラワを出港し西海岸に向かった。サンフランシスコで船体の補修を行った後、1944年1月22日に、アリューシャン列島に向けて、出港、第94任務部隊に加わり対潜水艦、掌海、火力支援及び演習に参加し、 9月18日にサンフランシスコ駅島した。太平洋戦争の戦況が激化すると、キンバリーはアドミラルティ諸島のマヌス島に配備され、フィリピンへの侵攻に備え、11月10日にはレーテワニへの護送船団の護衛として、資材の輸送を行った。12月21日の夕方、キンバリーがミンドロ島マンガリン湾への護送船団を護衛した際、 神風特攻隊が戦団を攻撃した。戦闘は2時間にわたり、キンバリーの対空砲火により1機を撃墜、他の2機の撃墜を支援した。攻撃を撃退した後、護送戦団はマンガリン湾へ進み、キンバリーは次の任務である、ルソン島の進行に必要な滑走路と、PT ボート基地建設のための人員と、資材輸送に着いた。1945年1月2日に、 レーテを出港し、艦隊の護衛に着いた。途中、多くの神風特攻隊の攻撃を受け、キンバリーは2番目の撃墜数を記録した。1月6日に、リンガエン湾から到着した爆撃部隊は、神風特攻隊を迎撃するため即座に警戒態勢に置かれた。その日、キンバリーはさらに2機を撃墜し、その月の残りの間、日本軍の鉄道と補給施設を砲撃した。 2月、駆逐艦は日本本土へ迫る米軍を前進させる沖縄戦に備えた。3月21日に策的任務のためにサンペドロ湾を出港したキンバリーは3月26日に2機の99式艦上爆撃機の攻撃を受けた。正確な対空砲火にもかかわらず1機が後部砲火に突入し4名が死亡、57名が負傷した。 4月1日、キンバリーは、メアアイランド海軍造船所にて修理を行うため、交代し、4月25日に到着した。修理を終えた後、8月10日に、真珠湾に入港、極東の第3艦隊に加わるために航行を開始した際に、日本は降伏した。キンバリーは9月4日に、東京湾に入り、2日後に、水売りの護衛として、出航。10月18日に、 フィラデルフィアに入港した。海軍記念日の式典の後、11月2日にフィラデルフィアを出港し、翌日サウスカロライナ州チャールストンに到着した。キンバリーはチャールストンに泊まり、1947年2月5日に予備役となった。朝鮮半島における紛争が発生した後、キンバリーは1951年2月8日に最終駅した。 グアンタナモワンにて試運転及び演習を行い、援軍として太平洋に向かった。6月23日に韓国西海岸沖の火力支援作戦に参加し、空母の護衛及び航空機紹介に従事した。9月中旬、紹介作戦のために台湾沖に到着し、10月6日、フィリピン、スエズ運が地中海を経由して米国に向かった。 キンバリーは12月12日にノーホークに到着し、1953年6月20日にチャールストンに移動、1954年1月15日に退役した。サウスカロライナ州チャールストンの大西洋予備艦隊で12年間を過ごした後、1967年6月1日に台湾へ退与され、中華民国海軍で暗洋として収益した。 1999年9月16日に退役し、2003年10月14日に強敵として沈没した、スタンリー、ありがとうございます。